ポート、奥へ行かないで。聞こえる、敵に攻撃されているわ。リスクを奪われた。逃がしたら全てはここで終わる。全てを終わってしまう。奴を逃がさないで。ダメだ、声が届かない。余計なものが。空城ジョリー、死ぬのはあの女一人だけでいいと思ったんだから。ジャンピンジャックフラッシュ。ウェザーリポート、そいつの能力は重力をなくすわ。そいつが飛ばす何かには触れてはならない。無重力になってしまう。無重力。お前もスタンド使いなんだろうが、それがどんなことを意味するのか、お前に見ることができるかな。飛ばしたのはガラクタの部品か。ウェザーリポート、気候を操れると言っていたこの男がどんな奴なのかは私にとっても謎。でもきっとあの雲のようなものは空気の層で、今その抵抗で敵の発射したものを跳ね飛ばした。そしてあの腕の回転は遠心力。重さがないなら回転する力でどこまでも加速できるし、体の重心がブレることもないから、強力な力を正確に狙い飛ばせるわ。ジャンピンジャックフラッシュ。ウェザーリポート、この炎は空気抵抗摩擦か。まずい、どんどん燃え移ってくる。無重力解除。とどめだ。通路72異常警報発生。繰り返す。くそ、今の衝撃か。ディスクをゲットできたというのに。通路が閉じる。どうする、これで中庭に行くのがさらに困難になる。だが仕方がない、敵も閉じ込められる。これはディスクを取り戻すチャンス。なんだと。君が触れるものは確か全て無重力にさせられる。だったら空城ジョリー。中庭はこのすぐ先けど、奴はどこ。ディスクを奪い返さないと。